け物。小さい焼きが見つかりに来た。たい焼き屋の初日のバイト代が出た。先輩からの名もはらに悩んでいる。お主も悪よのという言葉に思いのほか傷ついたっぽい。 A ちゃん家にはワンワンがいるの、 B ちゃん家には猫さんがいるの、 C ちゃん家には無職の僕つぶしがいるの。違う、お前が渋谷で見たセーラー服を着たおっさんはお父さんじゃない。頼む、お母さんには黙っててくれ。ヒーハー。しかし魔物の群れはまだこちらに気づいていない。一つだけ教えておこう。君はこれからも何度もつまずく。でもそれが結構笑えるんだよ。面接、入室時のマナー、ドアを2回軽くノックします。応答がない場合は再度ノックをし、それでも応答がない場合は大阪や派遣会こらと言ってからドアを開けます。やめてください、餌は言いません。ツイッター時代のプライドが抜けない。巨大化した怪人を普通に自衛隊の戦闘機が倒してる。レースしよう。やられるの覚悟で飛び込みたい。ことわざの一部をインドっぽくしてください。一難去ってまた一難。ああ、凡人になりてえ。子供部屋おじさん。 Windows の初期画面が文明化してきた。スタッフが美味しくいただかれました。何が何だかわからない。帰れって言われて帰ったらめっちゃ怒られた。僕はモテないんですよ。なんだよこいつ。佐川が車から荷物を持ってこない。3分クッキング。ニトリからの帰り。やっぱりここは混浴は嘘だったんだ。大阪のおばちゃん第二形態。ビッチマルコちゃん。ひまわり。すっごく魅力的な君に伝えたい。できることなら君とずっといたいから。すぐに会員登録はこちら。歯に挟まったニラが取れない。禁煙3日目。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。